ちょうどいいところに来たわ。今から一緒に菊千葉に行かない？ああ、いいよ。でも、どうして菊千葉に？少し話したいことがあるの。前に水葉川へ行った時みたいに、場所を変えて話せたらと思って。先に言っておくけど、お弁当はいらないわ。話をしたいだけだから。ああ、うん、わかった。弁当はなしか。やっぱり惹かれたのかな。なあ、カサネ。前に二人でここに来た時のこと、覚えてるか？あれから随分いろいろあったよな。前って、いつのこと？覚えてないのかよ。いきなり好きな人はいるの？なんて聞かれて、こっちはびっくりしてたのに。ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を探しに来ただろ。重ねが心情調査だとか言ってさ。ああ、あの時。そういえば、そんなこともあったわね。あの頃は、自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて、夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも、何が起きるかなんて想像もしてなかった。そうだな。おーい、ちょっと邪魔するぞ。その付近で大きな怪異の群れを2つ確認した。かなりの数だ。この辺りじゃちょっと見ない規模だぜ。お前たちなら問題ないと思うが、一応気をつけてくれ。了解した。どうする、カサネ？二手に分かれましょう。その方が効率がいいわ。分かった。じゃあ俺はこっち側を。大体片付いた頃に連絡するよ。ええ、任せたわ。はあ、渡るの言う通り結構な数だな。重ねの方は大丈夫かな？どう？重ね、どうしたんだ？重ね、渡る、状況を。ダメだ、繋がらない。通信障害なのか。サスまで使えないなんて。落ち着け、大丈夫、俺一人でやれる。はっ、重ね、まだサスは通じないか。もう一息だ。二人でタイミングを合わせてとどめを刺す。頼む、重ね。今のは結構ギリギリだったな。そう、私は特に不安は感じなかったわ。ユイトならあのタイミングで仕掛けると思ったから。俺は正直ドキドキしたよ。サスなしでもちゃんと連携できるもんだな。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、重ねに褒めてもらえると。サネはいつも辛口評価だから。私、そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。ここからだと月がよく見えるわね。ああ、綺麗だな。それで俺に話したいことって？一度ユイトに聞いてみたかったの。この戦いが終わったら何をするつもり？なんとなくは考えてるけど、ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。
ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろ。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね、スオでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことのために何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。もう誰もナギみたいな目に合わせない。それが俺があいつにしてやれる唯一のことだから。だから俺、今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？超能力を失うかもしれないという話だったけど。今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。サスなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなと繋いでるのはサスだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事な繋がりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。カサネ、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。この世界のことはあなたに任せてよさそうね。え、この世界って、重ねはこれからどうするつもりなんだ？まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然とこの世界の外のことを考えてる。外？この世界、ニューヒムカの外って、まさかあの月？人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち。そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。ましてそこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。やっぱり重ねはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ守れたはずの人を見過ごして後悔したくないだけ。重ねはさ、そうやって誰かを守るためにたとえ一人でも前に出て立ち向かっていくんだよな。
まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も、全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいてからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それ。だから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。行けるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは俺も重ねもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて、少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん。寂しくないって言えば嘘になるけど。離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね、戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。重ねの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ、これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え？これ競争なのか？重ねは負けず嫌いだな。